び太。悪いけどお客様に急いで何かお菓子を買ってきて。めんどくさいな。そうだ、ドラえもん、お使いだぞ。ドラえもん、あれ、あらら、いないのかな。ん、なんだろうこれ。動物ビスケットか。これでいいや。よいしょと。どうも、お待ちどうさまです。何ですか、ビスケットなんか。いえ、ビスケットなら私大好きです。のび太、もっとちゃんとしたお菓子を買ってらっしゃい。はい。これとこれとこれと、にゃーんって。はい、お釣りだよ。にゃん、ピクミーにゃん、間違いにゃい。なんだよ、人の顔ジロジロ見て。猫ちゃん、わかんないよ。あ、食べました、そのビスケット。体に異常はありませんか。大丈夫。ひふみうわ、四個も食べてる。いや、新聞だな。あなた何を言ってるんですか。何ですか、失礼な。どうしよう。ねえドラえもん、効き目を止める方法なんかないの。それがないんだよ。困ったなぁ。馬の形のビスケットを食べたんだ、きっと。よし、お客さん、ねえ、ちょっと、ちょっと、大事な大事な話があるんです。ここがトイレです。どうも。のび太、お菓子はどこ。玄関にあるよ。よかった。さあ、お口に合いませんでしょうが。いやー、これは結構なお菓子で。結構、こ、結構、こ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 、今度は鶏型だ。お客さん、またトイレ。もういい加減にしなさい。わー、なんとかしなくちゃ。お客さん、電話ですよ。この電話、もうすぐかかってくるの。どなたですか。もしもし、別にそのどなたってほどのものでもないけど。何の話ですか。お話ししましょうよ、1時間ほど。コケ、なんだって。さっぱりわからん。誰かのいたずらだ、トサカに来る。あ、まだ、効き目が。ここ。
そろそろおいとまします。あら、そうですか、お構いもしませんで。お客さん、お客さん、もう少しいたら、あと一つ分残ってるんだから。いや、帰る。出た。出る。マカエルとママ怒ってるね。そうだな。足がすくんで動けないよ。あ、パパだ。あ、ただいま。なんだ、また何かやったのか。なるほど、パパがママに謝ってやるよ。あ、ただいま。おかえりなさい。ひぃ